さで、ま、いやー今日も眠っちゃうなー早いって初心者かお前いやーいい天気やなー眠っちゃうよ。おー今日もデブちゃうな。全然デブちゃう。でも大学がせっかく入ったし、そろそろサークル入りたいねんな。サークル行っとったら授業行かんでいいらしいし、なんかええとこないかな。おーおーおーおお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 レジスターズ入ろ。レジスターズ、レジスターズ入ろ。おお新入生いっぱい加入してんねんけど、友達増えるで。おお、あ増えるで。友達増えるん。あほら綺麗なお姉ちゃんが、履修を教えてくれる。綺麗なお姉ちゃんです。ほら履修教えてくれよ。でもこれデブじゃないんですか。デブじゃねえよ。あれえなんかこの光景どっかで見たことあんな。おデジャブちゃうよ。えアルタイル、ベガー、おデネブちゃうよ。夏の大三角形に僕おらんからな。すごい。あれてかなんかあんた、うん、めっちゃ震えてるわね。なんか、うんうんうん、何これ。えバイブちゃうよ。おお。合ってんのか今の。七、ね、七、うんうん、バあ、バケちゃうよ。レグやろ。あレグレグだよ。レグだろ。レグやろ今のは。すみません見せました。あじゃあ待って。あじゃあ待ってよ。うん。待ってるから、絶対。おい、待ってる。じゃあね。たまりますぐそこだから。楽しんでー。絶対来ないでくれ。生活楽しんでー。おしっこしっこー。おいしょっと。いやー、レジスターズか。合宿とかって結構おもろそうやな。まあ、太ってる人もおらんし、僕にちょうどええんかもしれへんな。サークルうちに決めてくれた。決めてくれたな。ちょっと恥ずかしい、恥ずかしい。いやー、お前は絶対入ってくると思ってんだ。ちょっと待ってくれよ。絶対入ってくれよね。入ってくれると思ってくれよね。チンゲやと思ったらこの人の頭やった。マツコです。レジスターズ書くやろ。これ考え中。レジスターズ考え中ないって考えたら考えるのもないから。ちぎれるちぎれる。さあ行け。うら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 、王冠王冠こや。はいゴリラパンチ。おれー大輔マジ最強じゃん。地元では負けへんからな。すごいな。ドンキ強いな。あお久しぶりです。おおデブ。おデブルちゃん、デブちゃうよ。1年坊じゃん。1年坊だよ。来てくれ、帰りたいなと思って。あほんまか。あー嬉しいわ。お願いします。なんか他のサークル全部クソやもんな。いや言い過ぎっすけど。あてかお前もスマブラやってく。あ、スマブラっすか。あ、やろ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 。僕結構できるっすよ。あ、そうなんや。はい。ところで、レジスターズって何のサークルなんすか。見たわかる通りスマブラサークル。おー、スマブラサークル。そう、みんなで、ね、スマブラとかしながら、まあ、休日は飲んで、合宿とか行って遊んでっていう。あ、めっちゃいいっすよ。あ、俺とか地元には負けたことないからな。え、地元最強ってことですか。あー、地元最強や。すげえ地元最強。すごいんだよ、大輔。あ、やるぞ。僕なんかまだ魔境レベル1なんで全然。ない、魔境レベル1。何魔境って。何の話。そう、このステージで、じゃあ、行きます。ワリオ使うんや。ワリオ、デブちゃうんだよ。え、何このステージ。このステージ何。神殿ちゃうんや。おー、何これ。おい、下火で求めておなら。おい、おい、やばい、大輔やられた。死んだ。しゃー、地元最強に勝った。え、何今の。え、てかあれは、モンスターボールは。あ、いや、アイテムなしで。転ばすで7分3ストック。チャージ切り札なし、アイテムなし。チート。チートしてないっすよ。あ、チーターだ。え、違います。デブだし、チーターなんだ。スマブラって普通このルールじゃないんすか。違うわよ。みんなで4人で集まって、ボム兵持ってるやつから逃げるゲームだよ。もう、愉快なパーティーゲームって桜井さん言ってるからな。まあ、そういう捉え方もありか。ちょっとやめよう。いや、あ、つまんないね、なんか。え、でもスマブラサークルやから。いや、俺らあれ。そんなスマブラやってるわけちゃうから。ちゃうよ。人を釣るためにスマブラの名前使ってるだけだから。エッグー。やってることテニスあと一緒。新しい遊び思いついたんだ。え、教えて。おいしょっと。これをさ、ここまっすぐしたままこれ小指曲げるのか。グラさんの会長と爆量なおらんから割と楽しいかもな。絶対これ曲がっちゃうんです。すいません。いけないんだ。いけちゃった。あ、おじゃす。いけるわ、これ。おじゃす。え、ああ、新入生だ。ああ、新入生。新入生のデブちゃうよです。デブちゃうよ。太ってるね。デブなの。あ、いや、デブちゃうよ。サダコです。あ、サダコさん。サダコです。はい。大学2年生なんだ。あ、2年生。ああ、先輩。そう。あなたは、なんか、特徴とかないんですね。あ、まあ僕はサークルのみんなに、励むキャって言われてる。この間のムキャの4年間でサムネでめっちゃハゲてたけど、本編そうでもなかったあのハゲムキャさん。ハゲムキャって言うんだ、よろしく。あ、よー、無視しちゃった、怖っ。でもやっぱり、これだよな。そうだよね、王道は。これ
このサークルはこれができないと入部できない。入部できない。そうそうそう。でもこれさ、うん、できるのかって時にさ、うん、大口くんがさ、なんか全然できなくて、やってこんなんしてたよ。やってる。誰でもできるから。それめちゃめちゃ笑ったよ。あんなのおかしいよ。大口ってやつとは何ですか。本当面白いよね。でもこれさ、一番早いの誰だったっけ。一番早いのタッシーかカッシーか、どっちかだったっけ。違う、ヨッシー、ヨッシー。ヨッシー、絶対サークルに一人はおる。ヨッシーだった、そうだわ。俺も会話入れてよ。スッシーは、スッシーは、スッシーおらんやろ。スッシーはあれだよ。なんで、え、醤油つけてこいつ。なんで1年生来てるのにこいつらだけで楽しんでるの。このなんかあんま思んなさそうなやつで。ウルティマ、ユキリン肩パンめっちゃ強かった。あ、そうだ。ユキリンって女の名前やろね、肩パン強いんや。で、いつまでいるの。おー、してるわけで、今日はレジスタンス飲み会ね。でかぶっとんな。ん？でっか、あ、指くるくるの人や。ちゃんと練習してる。あ、まあ、はい。まあ、まあ、とりあえずこのサークルは飲み会がメインらしいんでな。おー、しょうがない、あとだったか。おー、ごちそうっす。ようやくな、お前ら来てくれたな、お前らな。これなんの、気になるな。じゃあ、ほんなら早速買い始めようか。はい、買い始めよう。サダコ、お前2000円で。はい、わかりました。2000円でいいや。で、デブちゃん。はい。6000円だろ。 6?6000 6000。そう。何ですか？ LINE には、うん、1人3000円って書いてあったんですけど、ごめんな、レジスタンスには男にはメンズチャージっていうシステムがあるね。メンズチャージ？そう。ちょっとかっこいい。飲み会で会費とプラス3000円払わなあかんねん。重すぎません？ちょっと倍ですやん。そらそうやって女の子は稼ぐ力がないから2000円でええねん。昭和みたいなこと言いますよ。昔からそうやろ、男は稼いで女は家事。これはちょっと昔すぎるわ。徹底せなあかんねん。家を守るのが仕事なの。絶対そういうの動画で言うのあんまよくないけど。え、まあまあそれはじゃあいいんすけど、うん、じゃあ4000じゃないですか、せめて。この2000は何なんすか、一体。サークルの運営に使うね。運営か。そう、より良いサークルを作っていくね。まあ俺らがどうやってサークルを作っていこうかっていう飲み会の経費に当てられたりとか。飲み会してるやん。会費を増やすためにジャグラー売ったりとか。ジャグラー売ってる。いろいろあんねん。ジャグラーって、あれでしょ、レギュの。レグやん。レグか、あ、すいません。もういつまでも覚えがないよね。レグちゃうよ。あ、とりあえず買い始めるからな。男は神座で、女は手前の方座る。皿の配膳しろ。絶対あかん。で、未成年のデブじゃ、お前はデブで酒飲めんからゼロカロリーファイブはしか飲めない。いや、それ僕の友達の唐揚げくんがいつも飲んでるけど、一個見せてんやつやん。誰も来へん。なんか神座行けとか言われたけど、僕の席誰もおらん。向こうめっちゃ盛り上がってんのに。どうなってんのこれ。よし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 。おっさんやん。おい。待って待って、これは大学生あるある、めちゃ老け顔のやつがおるとかの範疇じゃなくない？おっさんやん。おびん。OB! オールドボーイの OB! OE! オールドすぎやろ、さすがに。 OE! OE! ダメ。アイオア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 。エイリー。エイリー。エイリー。アイオア。で、売っちゃうよ。ウェーイ。まあ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 、いいんすけど。イエーイ。ちょ、ごめんなさい。お二人見るからにホームレスって感じですけど。おい。あ、すいません。おい。お金は払ったんですか、ちゃんと参加費は。おい、無料。無料。もう絶対僕の先の6000円この汚いおっさんに使われてるやん。あやぼ、おい、ありがとう。ちゃうねん、おい。ちょ、お前ら飲みすぎちゃう。あー、おい。あー、ちょっと。はい、うまい。はいって言ってる。おい、あー、やばい、やばい、やばい。はい、ジュンバイ。おい、おい、おい、はい、はい、おい、はい、おい、はい、怖い。危ない、危ない。あー、怖い。あー、これいい、いい、いい。あー、ほんまクソみたいな飲み会やったわ。えい、おー、はい、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、はい、おい、おい、いいや、いいや、いいや、落ち着いて。おい、あってもしょうがないよ、こんなこと。おい、おい、おい、でも、おい、あれは1年生に1人、めっちゃ可愛い子ってんな。今日はちょっとしか喋れんかったけど。お疲れ。デブ君。デブ、デブです。今日ちょっとしか喋れなかったけど、楽しかった。うん、楽しかったな。一年生同士やし、よろしく。そうだね。うんうん、仲良くしよう。仲良くしよう。よかったらさ、インスタ交換しない？え、インスタ？え？
ていいんですか。あ、いいんすか。あ、うん、いいよ。ショップし、ちょ、フルフルで。フルフル、うん、あ、フルフルで交換できるんだ、インスタって。何でも知ってるんだね、デブ君って。あ、ちょっと、ああ、ちょ、気をつけて帰って。はい、夜やし、女の子やし。ありがとう。お疲れ疲れ。じゃあまたね。はいはいはい。バイバイ。いやー、僕でも痩せちゃうぐらい。あの子可愛かったな。あ、デブちゃうよ。いやー、昨日の飲み会ほんまに楽しかったなぁ。いや、会費も安かったし、いい人ばっかやったし、あの子と喋れたしなぁ、なんて言っても、あー、幸せだった。そういえばあの子とインスタ交換してるやん。早速やけど、ストーリーとかなんか上げてないから。あー、上げてる！なになになに、何してんの？あー！はい、ディズニー来てまーす。超楽しい。一条かわいい。大輔さんかっこいい。おーい、見つけたぞお前ら。デブちゃうよ。ここまでお前ら。素敵な、なに大輔さん、大輔。デジキャラファクトリー、あえてちょっとカメラの前でやってみましょう。はい、はい、ホスト界の帝王、軍神です。あーお前さおーおー、元気キャラの中に混じる陰キャンみたいな。マジ復活すぎ。教授とか、あ、教授でも全然どっちでも言えばその年になる。愛しててもなん